こんばんは。こんにちは。セリです。安倍元首相が奈良で街頭演説中に銃撃され亡くなりました。もう言葉にできないほど悔しい思い、悲しい思いでいっぱいです。心からのご冥福をお祈りします。銃撃して逮捕された男の言葉がメディアに出てきてますが、本当のところは全く分かりません。出てくる言葉が浅く、犯人の後ろにそそのかした人物がいるように感じます。安倍元首相はいまだ世界に対して影響力を持っている人物です。日本の損失の大きさは計り知れません。ロシアのプーチン大統領からの弔電は、安倍元首相をファーストネームで呼んでいたことからも信仰の深さを感じます。アメリカのトランプ前大統領は安倍元首相を偉大な人物でありリーダーであった、そして何よりも日本を愛し大切にする人だったと別れを惜しんでいます。そして世界にとって最悪のニュースだとコメントしています。また英国のエリザベス女王は安倍元首相の日本への愛情と英国とさらに緊密な絆を築きたいと願う気持ちが明白な人だったと振り返り、哀悼の意を表明しています。フランスのマクロン大統領は、日本は母国に生涯を捧げ世界の均衡のために尽くした偉大な人物を失ったと嘆き、哀悼の意を示しています。ミシェル EU 大統領は、この偉大な人が残忍に殺害されたことを決して理解することはできないとして深い遺憾を示しています。アメリカのバイデン大統領は、日本と世界の損失だと期しています。フィリピンのドゥテルテ元大統領は、世界で最も影響力のある指導者と死去を悔やんでいます。カンボジアのフン・セン首相は哀悼の意を表明し、安倍氏は地域の平和と安定繁栄に寄与した傑出した政治家だったと称えています。ブラジルのボルソナロ大統領は、安倍元首相を親しみやすく知的で愛国的な男で、いつも国民の幸福を追求していたと自戒しています。本当に残念です。